はいどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、アールです。ダークソウル2ですね、よろしくお願いします。前回はなんかラスボス感のある敵にぶっ飛ばされてました。コメントありがとうございます。なんとかね、監視者たちは倒すことできたんですけれども、まあ、万が一あれラスボスで倒した後ゲーム終わってしまうと困るのでね、困るのでとりあえず後回しと言ってももう行くところないんですけどね。ドラングレイグを巨人が滅ぼして、巨人を滅ぼしたのが何だっけ、バンクラットだっけ、バンクラットで、バンクラットってあの剣を引きずり回していたやつですよね。で、彼と戦うにはなんか巨人の記憶をいろいろ見て回らないといけないってこと言われて、ああそういえばなんか他にも巨人の亡骸あったなと思ってね、ちょっとそれをじゃあ今回は探して回ろうかなと思います。ちなみにちょっとちなみになんだけどさ、ここの、あ、いた。 It seems that we must now part. Why now? I don't see how it should matter. Just because I'm a cat?ああ、シャラゴは、R はてっきりこの人がラスボス系の。Honorable Sovereign, take your throne. Do great things if it please. かと思ったんですけどね。まあそういうことではなかったみたいで、安心しました。ああ、アイムリッチも普通にいるんだ。あの猫ちゃんだけが会話変わるのかな？なんだい？貪欲な銀の蛇の指輪。あら！嬉しいことをしてくれるじゃないの。ありがとう。ということは何？他にも物くれる人もいるのかな？すごいな。これ以上ソウルでも必要だからな。なんだかんだまだまだソウル欲しいですからね、結局。なんかくれる？まあ彼に関してはね、橋を下ろすことしか考えてないんで、あまり気にしない方がいいかもしれない。お、この人も何かくれる。いろいろくれるね。みんな嬉しい。おー、光るくさび石。みんな優しいね。今日持ってるのは何それ、足？ジジイもなんかくれ。あ、ろくでなしの話はいいんだ。これ強化でき強化できるかなじゃないんだよな。強化するほどのお金もないでござる。これじゃダメですね。じゃああと残りはこの二人、なんかくれるかな。ああ、この人は山を越えることしか頭にない。こっちはそんなはしごなんかない時代に一生懸命頑張ってね、落下しもあったなしで降りたんだよ。ほんとつらかったぜ。よし、じゃあまず巨人の記憶の方に遊びに行ってみようかな。確かこの辺だと思うんですけどね。あ、危ない危ない。どこだったかな。そういや、ここにいた
殺し屋、殺され屋は何を言ってるかわからんが、無事に済んだんですかね。あ、いた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 。先にちょっとこの辺のやつを安心安全に葬っておかないと危ないかな。あとはどこから来る？大丈夫そうかな。これですね。調べられる？あ、やっぱ何か起こるんだ。なるほど。じゃあ早速入りたいんですけれども、再生者の指輪は今いらないか。再生か、再生の指輪いらないか。どうせまた時間制限いっぱいいっぱいで戦わないといけないんでしょ。何が出てくるのか知らないけど、とりあえずこれで遊びに行ってみようか。そもそも入れるのかな。あ、入れるね。よし、ここはワムダの記憶らしいですね。行きましょう。あ、何？何何何？怖いんだよな、こういうの。でもここだったら火の玉が飛んでくることはなさそうだ。土の中だからね。まあそうすると土砂崩れとかそういうものはありそうですが。誰かと誰かが戦ってんのか、記憶だから。記憶っていうか。昔のことだもんね。多分巨人とバンクラと族、それともドラングレイグ、あ、いた、ドラングレイグの方々、なんかかっこいいな。時間がないっつってんのに。あら、火の種、ありがとうございます。時間がないのにこんなやつ遊んでる暇ないんだよな。向こうの扉はなんで今、あの、ちょっともたもたもたっとしちゃったんだ。もしかして、地震で、なんてこったーってなってんのかな。これは開かない、開かないって言ったら大丈夫な宝箱ですね。ミミックではない。わかる。匂いでね。つるすべし。いや、いや、つるつるだね。さあ、さっさと、次に行こうぜ。おい、ちょっとちょっとちょっと、あ、なんだ、今回は、巨人と戦うパートなのかな。正直こんな奴らと相手にしてる気はないぜ。おお、また俺たちのような小人を巨人が凌辱しているじゃねえか。ほっとこ、ほっといて俺たちは先に行くぜ。ああ、おお、すごい、火の玉投げられる。なんてこと。相手が、こっちじゃなかったのかな。まっすぐ行けばよかった。これまた時間かかりますね。ここに来るまでに時間がかかっちゃうので、とりあえず行きまちょっと音割れしてんだけど、巨人に壊してもらった方がまあ良かったってことかな。あいで、毒も持ってんだ、すごいね。これは何？アイテム、名もなきソウル。よいしょ。あ、今回はね、銀猫つけてますので、まあ、飛んでも大丈夫ということになってますので、やっぱりこっちからちょっと行ってみましょうか。ね、なけなしのソウルは出て、ここから飛ぶで、こう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 、あ、間に合わない。何からやられた？あの火の玉、巨人にやられたのか。下から走ってった方が良さそうかな。まあこんだけ苦戦をしてれば今回のパートはこれでなんとかなるでしょう。で、攻撃をしてもらって、音割れから何か、あぶね、ちょちょちょ、邪魔邪魔邪魔、これうまいこと誘導しねえと、あぶねえ、あぶねえっていうか、ゲームに、いやー、ゲームにならない可能性があるな。とりあえず中入っておきましょう。火の玉投げられる前に。よっこらしょっと。さあ行こう。
さ、やつらをどうにかして無視しないといけないんで。いや、優しくないな、どいつもこいつも。こっちか、なんだこれ、開けておこう、間に合わない間に合いもしねえ。あの奥入れんのかな。これはまた難しいのかな。あまりまあ深く考えないように。あー、なんで飛ぶんだろう今の。あ、吹っ飛んでる。なんで吹っ飛んでんだ。なんかよくわかんないけど吹っ飛んでるから気をつけましょう。で、今回は指輪を緑化に直しています。で、吹っ飛ぶ、ここは吹っ飛ぶで、ここは吹っ飛ぶのは大丈夫。あの引っかかるのは大丈夫じゃない。何か方法を変えないとダメか。必ずね、銀猫をつけてはしごを落下で降りるので、ここで回復する時間がありますね。で、ここで、あ、抜けられる。どうやったら抜けられるのか。まあ多分、気分だよね。で、一回、抜けて、そうだね。少しバク捨てとか挟んであげると、よかったのかもしれない。で、ここで走っていくと、これもだって、もう、祈るしかないよね。よし、ひとまずここで助かりましたね。これを調べることはできないのか。爆発はしないからな。これもいつまで、なんか時間制限付きなのかどうかわからんから、あんまりね、長いはできそうにないからな。気をつけないと。と言っても、英雄のソウルとまた探求者、もう探求ばっかりしてるんだから、みんな好きね探求。降りる、まあ滑って降りるか。すいよし、灰があるわけではないのか。なんか灰があった気がするんだけど、昔の巨人はなんか能力者ばっかりだったので、いろんなHP も減ってないね。お、あ、またでかい。お、調べられる。あ、痛い。ちょ、ごめんなさい、ごめんなさい。まずこれを調べて、飲んで、まずパワーアップだろ。で、ここで、まず、避ける。調べる。痛い。で、あ、で、これで帰れるのか。あ、ってことはボスはいないんだ。前回巨人と戦った時はね、あの、ここで卑しいソウル隊に出会ったので、速攻で回復したけど、今回は出てこないらしいな。弱いやつらだけしか出てこない。あ、やば。ここでね、何度も命を、あぶね、あ、生きてる、命を粗末にしましたよ。で、確かここの上だっけ。あ、上じゃないな、扉だな、ここか。この上にもね、確かあったような、なんかそうでもなかったような。なのでちょっと見るだけ見てみましょうか。ボスを倒したわけじゃない、いた、倒したわけじゃないので、ソウルがね、あるわけでもないので、このまま探索してもいいでしょう。てか、ここだよね、昔王と戦ったのって。昔っていうか、昔の記憶で。だから、あら、あれ、ちょっと待って、強い人だ。追ってくる、追ってこない。こんなとこにいたの。
We meet again. What are you doing here? Who'd have thought we'd meet in a place like this? Fate just won't let us stay apart, will she? いや、俺も探してたんですよ。いつもいつも会えないから。See the old sword's caught your attention. Well, you've a good eye then. That has been in my family for generations. They say it is crafted with moonlight. And we all know what that means. It wards off evil. And I wouldn't trade her for all the riches in the world.It's said that no man has ever teased out the sword's true power. But in the right hands, I see you've taken a liking to the sword. Well, I applaud you, for you've a sharp eye. But this is one sword battle I wouldn't be giving up.If you still insist on having it, then you will have to pry it from my cold hands. さすがにそんなことをするつもりは。あれ？あ、しまった。俺どこに連れて行かれるんだっけこれ。よかった。まだいてくれました。Have a great day to you, and I'll never forget it. I've been hurt, swear by my honor, to aid you in your darkest hour, so no problem, pal. って言ってないんだけど。Have a great day. このバンホルトはじゃああれかな、その白サイン的なもので。助けてって言えば来てくれるのかな、聖者状態だったら。きっとそうなんだろうね。時間まだあるかな、もうちょっと見れるかな。ちゃんと巨人にも名前があるのね。最後の巨人には確か名前なかった気がするけど、名前はなかったというかね、名前を見ることはなかった。おかしい、なぜ彼がこんなところにいるんだ。先祖代々だからずっといるってこと。あ、いや違うのか。I see your troubles way up on the end. Just rememberI'm always ready to help. My homeland is in the Far East, a kingdom of honorable fighting men. And this sword here awaits a true man to wield it. I know how swords think, you see. どういうこと？ My homeland. I know.こっちを認識してるってことは、ここにも記憶な、どういうことなんだ、さっぱりわからん。危ない。まあ部屋がいくつかあるみたいだから、まあ今回はゆっくり、1回目2回目はゆっくり探索しても場所は当たらんだろう。こんな狭いとこに巨人がいるとも考えにくいしね。道、あら、あ、ファロスの仕掛けだ。おまけに攻撃はしてこない。やっぱり味方としての認識があるのかな、ここには。消えかけのソウル。なんか逃げてきたようにも見えるけどね。ファロスの仕掛け。あ、石ないんだ。ないならしょうがない。もう籠城しちゃってるのかな。ここは、同じところかどうかはわかんないな。ところでこのブーオーってみんな巨人が叫んでるけどさ、これがさ、R、あのヨッシーアイランドのこっちかな、ラスボスのさ、クッパの
鳴き声に聞こえちゃうんですよね。わかる人いるかな。わあ、なんだなんだ、危ねえな。あまり時間もないんで、さっさと行かせてもらうぜ。これかい、巨人たちのソウル。あ、で、帰れる、もう帰れるのか。はーん、じゃあ、あれか、巨人狩りをすることもできますねっていうことを言っているだけなのかな。あー、危ないよ。あー、で、ここがこう通路になっているだけなのか。あー、なるほどね。じゃあ無事にね、帰れたので、帰れたっていうか行けたので、逃げ、どうした、なんで上を向いてる、危ないぞ。いなくなってしまっている。どうして記憶の中に彼がいたんだ。彼もこの灰を持っているの。灰の核を持っているから入れたのかな。その資格があったってこと。わからんな。ところで R がちょっと思い当たったのはこの2つだけなんだけど、巨人が他にももしあるとしたらちょっとわからねえな。これでなんだっけ、バンクラット王の亡骸というか、バンクラット王だったものと戦うこともできるんだろうか。時間があったらこのまま行くし、時間がなければ次回に持ち越しましょうか。まあ結局ここまで来てもどこだっけ、なんかこれの下に、ここの下って言ったっけ、ここの下にかがり火がある。あー、なんか床のようなものがあるけど、もうレバーいじくれない。いや、ここをさ、こう降りればいけるか。ここどこで、ここちゃんと俺戻れるの。誰これ、あ、人じゃない。何かの仕掛けのようにも見える。下にはエレベーターはない。ん、大丈夫かこれ。降りてきていい。あ、宝箱だ、やったぜ。処理が軽いんで敵はいなそう。ソウルの器、なんだっけこれ、人生やり直しだっけこれ。何、玉座の守護者と、ああ、守護者と監視者、見つめ続ける者がいる。守り続ける者がいる、それにふさわしい守り手がいる。そうですか。巨人たちを捕らえて王城へ連れ去った。王城へ連れ去ることに何の意味があるんですか。偽物かな。え、違うな。そういえばあの、なんかゴーレム化してたよね。あ、英雄のソウル、やったぜ英雄で。ここにかがり火がありますね。ありがとうございます。これで俺はどうなの。ここどこにつながってんの。ここどこ、愚者と何か。あー、ここがここになるのか。位置的にこっちで合ってんのか。こっちで合ってんのか。これ合ってなくねえか。ねえ、これ縦の、どこだっけ、これかがり火あったはいいけどさ、俺が地図読めないせいで、地図とかね、地形把握ができないせいで、あの、正しい道がわからないっていうことになってんだけど。どこだったんだっけ。やべ、せっかく、あー、やばいやばいやばい、せっかくかがり火があったのに
場所がどこだかわからなくて迷って死ぬなんて、ちょっとお話にならないんですけど。向こう行けるんだっけ。あ、行けますね。あ、違う、ここがかがり火なんだ。で、ここがかがり火で向こうに行ったからルートはこっちか。あー、でここがこうなってると、あー、なるほどね。めっちゃ迷ったわ、すげえ迷っちゃった。でここまっすぐ行けばいいんだね。で鐘が鳴る前に突っ込んでいくが、まあ鐘は鳴ってしまうと、鐘が鳴ろうが関係ねえんだよと。俺は先に行くぜ。よいしょ。ちょっと食らっちゃったけど、多少のダメージは気にしない。で、兵隊は追っては来る、追ってくるような感じ。で、ここ来たよ。戦えるの？どう？狙ってくる？狙ってこないってことは記憶違いってこと？おしゃべりもできないってことは、あー、何か足りてないのか。戦えるってことですね。